はい、こんにちは、マイチャンネルマハラです。今日はこちらですね、うん、ナノブロックナノゲージのトレインコレクションゼロ系新幹線です。はい、今までですねナノゲージの、トレインコレクションいくつか作ってきましたけれども、よく考えたらね東海道新幹線系をまるで作ってなかったんだよね、うん、なので今回から東海道新幹線で走ってる新幹線、うん、まああんまないけどね、ゼロ系と、N700系あとドクターイエローとか、うん、ああいうのを作っていきたいね、うんうん、で手始めにまずこのゼロ系を作っていきたいと思います。では行きましょう、うん。はい、ということで完成しました。こちらがゼロ系新幹線ですね、うん、こんな感じでございます、うん、やっぱりちょっと鼻とかが違うよね。鼻がちょっとデブチョっぽい。デブチョっぽい、そうか、ん、本当はね、丸いからね。すっごく丸いんだよね。そうだよね、丸だもんね。半分の丸ってやつ、うん、まあ、ナノゲージではその辺はちょっと再現できないけどね、うん、ちょっと角張ってはいますけど、うん、先頭車両がこの黄色のランプですね、うん、そして、中間車両でしょ。それで後尾車両は赤いランプですね。うん、ね、うん、こういう風にゼロ系新幹線は分かれておりますね、うん。はい、ちょっと比較対象ではないんですけども、こちらね、プラレールアドバンスのゼロ系ですね。こんな感じ、うん、こんだけ違いがある。大きさほぼ一緒かな。やっぱり顔とかは全然違うかな。うん、上も銀だしね、プラレールアドバンス。うん、こう考えてみると、プラレールアドバンスって素晴らしいね、クオリティが。うん、ではいつもの通りレールを組んで走ってみましょうか。そうだね、うん、はい、それではレイアウトを作ってみましたね、うん、といってもいつもと同じレイアウトですけれども、ナノブロックの造形シリーズも置いてみました、うん、これだね、あのシンデレラ城、言いにくいな、シンデレラ城も置いてみましたね、うん、滑舌悪い。ではエイシン君走らせてみてください。はい、来た、いいなゼロ系やっぱり。おお、テールランプが赤なのがいいね。うん、かかい、いつ停車すんの。実はこうなっていました。今回道路つながってんじゃん。そうなんだよ、道路つなげてみた。うん、よくわかったね。これがやっぱりいいよね。道路つながってディズニーランドにつながってんだよ。ほんとだ、同じ色だからいいね。はい、ということで今回はナノブロックナノゲージのゼロ系新幹線でした。タイミングよかった。よし。